今回ご紹介するのは関東鉄道常総線の下妻駅です。下妻駅は茨城県下妻市下妻乙にあり、1913年、大正2年11月1日に常総鉄道開業と同時に設置されました。当駅は下妻市の代表駅であり、同市中心市街地の最寄り駅です。当駅は複合式二面三線を有する地上駅で、直営駅になっています。駅舎は西側のみですが、駅の東西を結ぶ跨線橋があり、取出方に構内踏切があります。当駅は列車交換や夜間停泊の設定があります。下妻市街の東端に位置する当駅は、通称栗山と呼ばれる地区に接しています。下妻市街は全体として衰退傾向にあり、閉店、空き店舗も目立ちます。その反面、駅南側の国道125号沿いにはロードサイド店舗が集積しています。駅裏にあたる駅東側は新市街的な存在であり、市役所、郵便局があり、銀行支店、学習塾などが点在しています。イオンモール下妻は東へ 2.6km 離れているものの、この界隈では最も集客力のある商業施設となっています。ご視聴ありがとうございました。